いつもご視聴ありがとうございます。工房友チャンネルです。今日は Vlog になります。一人で休日草刈りに来ましたということで、今回は一人で拠点の方に向かって道をただただ草刈っていく動画になると思いますので、興味ある方はご覧ください。それではどうぞ。でもとりあえずね、目標としてたポイント橋まで来ました。ここまで来たらもうこちらもですよ。ということでちょっとガソリン補給してきます。はい、燃料入れてきました。ということで続きやっていきます。なんですがGoPro のバッテリーがもう 30% になっちゃったので、どこまでバッテリーが持つかということで、とりあえず続きやっていきます。
ということで、 GoPro 充電中もずっと借り続けて、今1時50分です。ほぼノンストップで借りました。ガソリン2回ガス欠ですね。なんとか今日の分は終わろうかと思います。ということで、今日の成果ということで、買ったとこ歩いていきます。ここから入り口です。この広場、まあ見えないですけど、こっちの方にもずっと広がってますけども、午後はちょっとちゃんと開拓する場所ということで、今後進めていきたいと思います。とりあえずね、今まだ草刈りということで、こちらのルート草刈ってましたと、ということで進んでいきます。
い、到着です。ここまで来ました。はい、ということで今回私一人で草刈りやってきたんですけども、ついに友人が20年以上前、30年経つのかな、に住んでた家まで道なんとかたどり着けるように草刈り終了しました。あとはこっから整備がちょっとしんどいですけども、まあ気長にやっていこうと思います。次からはちょっとね、キャンプとかする場所の方をちょっとちゃんとやっていきたいと思いますので、うん、なんとか頑張っていきます。ということでご視聴ありがとうございました。